ボビーアトレさんのボビーです。ということでですね、今日はアトレに素敵なゲストがやってまいりました。ということで、ここで高井子さんです。ということで、Facebook ライブでね、対談ライブというのを僕はあんまり近いほぼやったことないんですけども、急遽ですね、明日、審査員相馬で、イベントをね、大きな還暦イベントですね。還暦プラス2。プラス2のイベントあるんで、その前にね。流れてますね、ほんまに。で、ちょっと、急遽ですね、ちょっと寄っていただいたんでね、アトリエに。うん、で、まあ、そういう、そのままですね、今、ちょっとライブ配信ということですね、させていただいております。はい。はい、まあね、ボビーにいつもストラップだとかね、衣装だとか、いろんなものを作ってもらって、本当に、まあ、ちょっと今日はね、そばまで来たんで、なんか、まあ、大阪、ね、会場入る前にちょっと寄りました。あ、そうですね。うん、ありがとうございます、明日は、うん、ね、うん、よかったら明日、見に来てください。ね、大阪でもね、37年ぶりの レベッカやるんでね。レベッカね。うん、よかったですね。僕も楽しみですね、明日は。そんな感じでですね、今日は僕の Facebook ライブを何回かやってますけども、初めて、対談ライブというのをですね、実現することができました。ありがとうございます。それでは、また、お会いできたらと思います。それじゃあ、ね、明日バイバイ。明日ね、そうまでバイ。そんな感じでありがとうございました。はい。